はい、トーンからお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは札幌シティジャズ2009パークジャズライブコンテスト優勝者ピアニストの工藤拓人さんです。工藤拓人です。はい、よろしくお願いします。お願いします。札幌シティジャズの時には工藤拓人トリオで優勝でしたもんね。はい。この頃はこうお一人での活動もいろいろフライヤーとか私見かけますけど、はい、お一人も増えてきてますか？そうですね、いろいろなところで、はい、まあ、ソロでのピアノだったり、あるいは、うん、またトリオとは全然違うメンバーで演奏したりっていう形が多いです、はい、うん、そうなんですね、はい、あれちなみにあれ何年、2009っていくつだったんですか？2009って、ですね、2009年の時は僕はまだ22歳でしたね。22歳、大学、はい、4年生、はい、うん、ね、大学生なんだっていうのだけすごくね、はい、記憶に残ってるんですけれども、さあ、最近のご活躍も含めて今日も3つのキーワードで伺ってまいります。はい、今日ご用意いたしました3つのキーワード、こちらになります。じゃん、じゃん、ギターマンのステージに立った、はい、1日休むと3日分、いろんな音楽で世界を広げたい。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はい、初めにですね、まあ、12月、はい、ね、年も押し迫ってまいりました。はい、2014、おいら工藤拓人的にはどんな年でしたか？すごくいい年でした。いい年だった、はい、うん、もう本当に、今年なんですけれども、うん、はい、例年よりも、まあ、僕基本的に札幌を中心に、うん、活動してるんですが、はい、本州での演奏っていうのもすごい増えまして、で、その中で、はい、今書いてあった、はい、こちらギターマンというね、イベントに出させていただくことになりましてですね、はい、これ何ですかギターマン、ですね、うん、日本の、ミュージシャンの、もう本当に大ベテランというか大御所のトップミュージシャンの方たちが、はい、一堂に会して、うん、洋楽の、ロックナンバーをこう、はい、演奏するという、イベントなんですけれども、ミュージシャンにとっては、はい、みんな一度は立ちたいステージみたいな、憧れのステージ、ね、はい、うん、まあ、なんかそんな中に、ちょっと縁あって出させていただくことがありまして。何弾いたんですか？そんな、まあ、ちょっと先ほどご紹介で、はい、僕割とジャズ、そうジャズなイメージあるあるなんですけれども、うん、その時はですね、もう本当に、はい、ロックナンバーばかりで、ディープパープルとかありました。そっち？もうそうなんです。そのジャズの時は割とね、はい、生ピアノでっていう感じなんですけれども、その時はもう本当にキーボードで、見たいな、オルガンの音でベアベアやってました。本当ですか？はい、なんか想像つかない、私の知ってる工藤拓人さんからは、ね、そうですかね、はい、でもすごいこう名だたる、もうものすごい有名なミュージシャンたちと一緒にもう大きなステージに立ってきましたと。はい、はい、じゃあですね、もう、今いくつになったんだっけ？27です。27歳になりました工藤拓人さん、はい、もしかしたら久しぶりに、あら工藤さん大人だったわねと思って見てる人もいるかもしれないからね、ちょっと飯代わりにですね、はい、一曲弾いていただきたいなと。今日はカフェトーンさんにね、いつもこうよくライブをやっているカフェさんですから、はい、大きなピアノがありまして、こちらのピアノをお借りして、はい、工藤さんに演奏していただきたいと思います。飯代わりにどんな曲を弾いていただけるんですか？そうですね、僕のオリジナル曲の中から、うん、ちょっとジャズ系の曲を演奏したいと思います。はい、それではお聴きいただきましょう。どうぞ。
素敵でした。ありがとうございます。さすがですね。このようにですね、なんかいろんな音楽をやっていますと、これまた後ほど、出てきますけれども、ジャズだけじゃなくていろんなミュージシャンの方とですね、腕を磨いて腕を上げてきてますから、工藤拓斗どんどん進化してますよ。さあ、そんな工藤さんってどんな子供時代だったのかなというところも含めて、2つ目のキーワードで伺ってまいります。2つ目こちらです。じゃん。